さん、こんにちは。こんばんは。みーです。本日は私のスマホの中身の紹介をしていきたいと思います。早速始めていきまーす。私が使っているのが、iPhone 11ですね。iPhone 11を使っています。そして、ホーム画面はこんな感じのジンくんです。開けていきます。まあ、開けると、こういう感じになってて、これが、ね、iOS 14になってから使えるようになった機能を使っています。これはちなみにジンくんのやつですね。プリンスの写真集のジンくんが寝ている姿のやつです。あんまよくわかんないんですけど、こんな感じで。で、これが私の使っているメインのページになるので、今回はこのメインのページの紹介をしていきたいと思います。6画面じゃないですね。ホーム画面はただの風船のですね、広い側です。私はもうこんな感じで、もこもこまとめる派なので、全て使うものをまとめています。まずはこの一番上のやつからいきます。よいしょ。まずは、これはほぼ SNS 関連とかですね。一応ここの角に来るものが一番よく使うものを提示してて、インスタグラム、写真、大体、この2つはもう本当によく見るので、使ってて、で、Facebook は一応あるんですけども、今は使ってないです。で、ここの2つが、インスタのフォロワーさんとか、ね、いいね数とかを、チェックできるようなアプリをここに入れています。隣なんですけども、これはこんな感じで検索とかの便利機能のものになります。基本的に検索エンジンだったりとか、電車のもの、お天気、設定、Apple Store とか、その他をこんな感じで入れています。次が、こちらのカゴマークなんですけども、ここはメルカリ、ヤフオク、でオタマートはちょっと使ってないんですけど、昔使ってたので入れています。ここはフリマアプリとかをまとめているところです。この隣が通知がね、えげついんですけども、メール電話関連です。Gmail、iCloud のメール、Yahoo のメール、これはほぼ使ってなくてあるだけって感じです、ね。あとはメッセージで電話って感じですね。もうここの通知がえげつくて、本当にやばいですね。5000件、えぐい。で、ここの足が、ジャニーズ関連のものになります。ジャニーズウェブに飛ぶもの、ジャニーズのカレンダーに飛ぶもの、で、これがキンプリちゃんのページに飛ぶもの、で、これがジュニアとかの、なんだこれ、なんてアイランドストアじゃないか。ジャニーズアイランドネットみたいな、なんか、ジュニアのページに飛ぶやつですね。と、ユニバーサルのキング&プリンスのページに飛ぶよう、ファンクラブのログイン画面に飛ぶもの、で、こっちが、ジャニーズアイランドストア、ジュニアとかのページに飛べるもの。で、その隣がジャニーズショップに飛べるもの。で、これがちょっとジャニーズ関連じゃないんですけども、オッケスタっていうのを入れています。これはあらかじめ、マイタレントっていうこんな感じで、また自分の好きなタレントさんを指名して、テレビ局、自分の住んでる地域とかを指名しておくと、こんな感じで放送日とかが出てくるようになっています。こんな感じで ZIP とか深い話に。キシ君が出るとか、姉ちゃんの恋人にカイちゃんが出るよっておしゃべししてくるので、で、これを見て、録画をしています。で、この隣が、このジャニーズネットのオンラインのものですね。最近に来たオンライン、ジャニーズネットオンラインってやつですね。これに飛べるようにしています。で、その隣が音楽関連とかで、ミュージック、これはもう私がいつも音楽を聴くのに使ってる。ので、その隣が、鮮度とメガネ。もう配布されてるものを受け取ったりとか、するようなんですけど、まあ、最近はあまり使ってないです。この下のやつも同じです。で、こっちの、Amazon Music とかも入れてて、これは大体、ジャニーズ以外の曲とか聞きたいなと思った時に、これで一回検索かけて、あったら、聞くっていう感じになっています。この隣が YouTube とか動画関連になります。YouTube。ねえ、ミッティースタディオ。これは YouTube のフォロー、チャンネル登録者様とかを見れるようなものになっています。FOD、Hulu、プライムビデオ、TVer とか、無料の動画配信とか有料配信動画のサービスなので、ここにディズニーデラックスとかがあります。この隣なんですけど、これが加工系ですね。こんな感じで。ピックスアート、LINE カメラ、YouLike、
ビューティフルプラスリミニ、リミニ。これは画素を上げるアプリです。で、これはな、フォトショップフィックス。これは文字消しをするものです。で、キラキラ加工は、その通りキラキラ加工するもので、これが何のアプリかちょっと忘れちゃって、もうこんな雲マークついてるので、本当に使ってないアプリになります。この隣が、おそらくチェキ風の画像を作れるアプリだと思います。マップシールも編集用で、このイメージレイン、これはネットとかに上がってる画像をこの綺麗に保存する用のアプリです。これも綺麗な画像を撮るようなアプリです。この赤いもの。で、これは絵文字とかですね。これも絵文字。で、これは写真を白黒にできるアプリ。これもカメラのアプリですね。で、これはスノーで、フォーカス。これもぼかしのアプリだったと思います。で、これは何のアプリだろう。わかんない。使ってなくて全然。絵文字かなんかのアプリだったと思います。私がメインで使っているページは、こんな感じになります。こういう風に行くと、ね、こういう作ったページなんですけど、これはほとんど使ってないです。こういう写真。入れてます。この隣に、なんかまあ、ショップのカードとかのページとかがあるんですけども、それは、ショップを吹かせていただきます。本日は私のショップの紹介をさせていただきました。本当に何の変哲もない中身だったんですけども、何かの、ね、参考とかになったら嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。